きっと大丈夫です。お兄ちゃんの愛がいっぱい感じられるような同人誌を作ってくださいね。鈴子、だからお願いします。好きなように書いてください。書きます。私愛してますから。先生の作品をこれ以上ないくらい愛してますから。だからもう好きに書きまくりです。お兄ちゃん、本当にお疲れ様でした。よく考えてみると俺は大したことやってないけどさ。そんなことありません。この同人誌がその証拠です。待って、電車の中だぞ。鈴鹿さん、本当によ。本当にお兄ちゃんはどうしようもないエロ魔人です。ふわふわりふわふわる、あなたが名前を呼ぶ、それだけで宙へ浮かぶ。ふわふわるふわふわり、あなたが笑っている、それだけで笑顔になる。